金森長近家像、金森長近は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。名ははじめ課金、後に、織田信長から一時を賜り、長金を名乗った。通称はコロハチ、法院素元、飛騨鉱山藩初代藩主、西洋にした、兵部教、飛騨上。金森氏は、美濃源氏時氏の支流と称する。王仁の乱にて西軍として活躍した美濃守護。 時成りよりの次男である、多くは貞よりの次男の大畑忠し金に居住し、金森梅梅を称したことに始まるとされる。大英四年、金森忠し金の次男として、美濃国時軍多治美を大畑村に生まれる。落語の祖と呼ばれ、清水省を変した安楽安作殿は弟とされる。父の定金は当時勃発していた時氏の後継者争いにおいて、時より武を支持したが、 よりたけは、時よりのりに敗れて失脚した。このためか、低金もほどなくして、美濃を離れ、大見国やすぐん金森へと移住した。長金も、天文十年まで大見で過ごしたと伝わる。長金は十八歳になると、大見を離れ、終わり国の織田信秀に仕官し、後を継いだ信長にもそのまま仕えた。美濃攻略に従って功があり、赤滅衆として抜擢された。 天正3年5月の武田勝頼を相手にした、いわゆる、長篠の戦いでは、徳川家康配下の堺中二三千騎期と共に、織田軍五千騎期の文献隊を率いて、武田勝頼の背後にあった飛びす3歳への教習を、観光し、道取りを陥落させた。この時中二は、長篠女王を救出した上に勝頼の王子の、川久保真実等を打ち取り、 さらに誘拐村の武田氏軍をも打つ大抗を挙げたとされているが、平数では、長金の率いた方が多いにもかかわらず、長金の軍港は後世にあまり評価されていない。これは後の世において、徳川四天皇に数えられた境と比較した場合、長金は比較的無名のためであると考えられるが、この戦後に信長から長の字を賜り、長金と名乗ったことからも、 朝勤の功績は大きかったと考えられる。天正3年8月、当時越前一向一揆が起きていた。越前国に向け、織田信長は他方面からの軍事力投入によりこれを鎮圧戦とした。その一翼として、奥美野から、ぬくみ峠越えをして、越前を斧入りした朝勤は、同地の本願寺防官の杉浦現人の軍を散らし、わずかな期間で同地を平定した。 この越前一向一騎七月戦で戦行があったことにより、越前国王の軍のうち三分の二の武田氏を選別させた、いわゆる公衆征伐では、平口の大将を務めるなど、信長直さんとしても高い地位にあった。この頃、長江市支流とされる、板取田口上主の、これにより、越前王の九条八万と板取の三国同盟が成立した。天正十年二月、 十四位した兵部大輔となり、その後さらに正四位した兵部教となる。この年、本能寺の変が起こり、信長が家臣の明智光秀に撃たれた際、嫡男の長典が織田信忠と共に二条城にて討ち死にしたため、停発して兵部教法院素言とこうした。さらに臨在州大徳寺の山内に九州の織田信長と巡視した嫡男の長典を弔う。 ため、金流院という達中を混流した。新州会議などを経て、勝家と橋場秀吉が対立すると、長金は宿り危機で同じ越前を領する柴田側に組みしていた。天正11年、柴田と橋場が私有を消した静ヶ家の戦いにおいて、当初は勝家側として、秀吉に対峙していたが、秀吉陣営に転じた前田敏家と長金は、 行動を共にし戦わずして撤退した。柴田勝家は滅び、前田と長金は、秀吉の参加に入った。その後は、秀吉の幕下として、小牧、長久手の戦いなどに参加。天正十三年、越中の笹成政の討伐を決めた、秀吉であったが、妨害してくるであろう林国飛騨の姉が孔子氏が、邪魔であった。秀吉は笹討伐と同時に、 ヒダ討伐も行うこととし、その命を長勤に与えた。長勤は、橋場勢の越中討伐軍に従軍し、8月に各所で小戦闘行為に参加し、そのまま同月中に越中からヒダに侵入した。当時のヒダ国は、姉賀孝司氏が信長の死後の混乱に乗じて、勢力を拡大し、ほぼ一国を支柱に収めていた。この姉賀光子氏の拡大により、領土を奪われた勢力、 牛丸氏や広瀬宗直を、江馬氏の江馬時政が、長勤のもとに逃れてきていた。彼らを先導に、金森勢は、越中からの長勤の本体と飛騨方面からの荷重の別動隊とが、南北から飛騨に侵入攻撃。姉賀光子氏は同盟者の内賀島尻と共に、金森軍に抵抗するも、大軍に攻められていた。笹成政からの援軍も期待できなかった。金森勢は、 内ヶ島尻に対しては、尻の出陣中に、内ヶ島氏家新の尾上氏綱を内容させて、高牧都城を占拠し、これに同様した内ヶ島市新民を懐従しあるじが、不在の内ヶ島市本拠の菊も城を占拠した。これにより内ヶ島尻は降伏した。金森勢の前に、姉が郷寺氏の有力者が各所で内地にあるいは自害する中、金森勢は、最終的に、 姉賀康治氏の本拠の行動上を攻め、姉賀康治氏は降伏した。当主の姉賀康治より綱は除名され、刑に護送された。金森勢は、ごく短期間で、混沌の地であった。飛騨国を一層、統一し、この選考により、長金は、飛騨一国を与えられた。内賀島氏も除名され、金森の宿利き,きとされた。飛騨一国の国主となった長金は鉱山を拠点と、定め、 同地に入った当初はしばらく、鍋山城にいたが、天正18年より、天神さんの古城跡に、新城の築城に着手し、後に、ここ藩町として、初代高山藩主となる。新城の鉱山城は、この後、慶長10年頃に完成したと伝わる。同時に、城下町を整備し、これが、観光地として、現在名高い飛騨山の町並みの基礎となった。この町整備の際、 家臣の伊藤彦左衛門に命じ、昭川村中野にあった浄土新宗の古刹寺市連寺を高山城下に移転させた。この頃から浄土新宗の中枢の人物である本願寺教女と通じ、実婚の間柄とも言えるほどであったことが資料から確認できる。長金は前宗と佐藤に造形が深く、文禄三年頃には秀吉の音義州を務めたとされる。 朝鮮征抜の際は過重とともに、兵800を率いて、名古屋に在陣、慶長5年、関ヶ原の戦いでは東軍に組みした。養子の過重とともに、上杉征抜に参加し、統制、後諸将とともに反転し、正常、弱い70代後半の長勤は1100人余りを、率いて本戦に参加し、石田三成ゼーラと戦った。戦後、 金森氏は彫金及び過重による身の無情、八幡白税目などの功を称されて、給料に加えて、身の国麦軍一万八千国と河内国近麗三千国を加像された。またこの頃、戦勝し成長する徳川家康を大津の陣に訪問した本願寺教授が、同地から彫金に当てた文書が近年発見されたことにより、 京女常人を徳川家康に紹介したのが長勤であったことが判明した。京女と家康の接近が、後の慶長を13年の本願寺の東西分立につながることになる。すなわち縁人は長勤である。慶長10年、80歳を超えた長勤は、平一国と鉱山城の災配を養子しの金森家獣に任せ、自身は数をされた上内のダビ真に入り、さらに、 小倉山城を築いて移った。この時上有地に整備された城下町は、うなつの上がる町並みとして現存し、重要伝統的建造物群保存地区となっている。なおこの年、次男の頃八が生まれている。慶長十三年、京都伏見にて死去。去年八十五本領の飛騨は荷重が相続し、隠居領の上内は幼少ながら、実施の長江に分岐された。永禄二年に、 信長が初めて上落した際に、長勤は80名の随行者の一人であった。この時、斉藤義達からの指示で信長を暗殺しようと、美濃州の資格たちが後をつけてきたが、庭平蔵という終わりからの使者が道中これを看破し、八や頼高と長勤に通報した。美濃州の資格たちと面識があった長勤は挨拶と、称して彼らの縮小を訪れ、 ことが露見している旨を宣告したという、長勤は、蹴鞠や茶の湯の際にも引いてており、秀吉が伏見在場の時は、伏見城下の自宅に書院と茶亭を作りしばしば、秀吉を招いた。茶の湯の総称千里宮の弟子として茶会に招かれたり、総称古田織部とも信仰があった。家康、秀忠伏からは、奇想の人と言われ信任されていた。慶長十年には、 家康不死が、長近の不死邸を訪れ風流を楽しんでいる。秀吉が千利休の切腹を命じたとき、着難である仙道康を、飛だ鉱山に陰性させ、かくまったとされる。そのときに、寺志連寺、名良や金森茂近が、仙道庵から茶の手ほどきを受けたという。晩年、秀吉が有馬温泉にて当時を行った際、十二歳上の、 長金が秀吉を背負って入党したことが、有馬温泉記に見られる。関ヶ原の戦いの後、徳川家康と岐阜城天守閣に登った長金は、家康から先行を称賛され、信長以来の思い出話をしている。この時、論功交渉を誇示した長金に、家康が与えたのが、美濃の上内藩1万8000国と河内国近殿3000国であった。長金亡き後、 息子の金森長光が没死した時に、上内藩は領地没収。金田は妻の旧松院が寛永2年に亡くなるまで彼女の治療地として残された。小説、高橋治に西へ金森六大期新人物往来者、飛騨高山観光協会、1986年。ありがとうございます。